仕入れ金額は2530円、爆益なんじゃないかなと思います。仕入れ金額が1590円の 30%、 1113円です。トレンチの方が高価なものなので。ああ、もうムカつくどうらしいですか。はい、皆さんこんにちは、瀬戸石チャンネルの一名です。大丈夫です。本日最終ですね。はいはい、まあ、今週から四国へ帰りながら適当にやっていこうかなと。はいはい、眠たいです。じゃ最終日頑張って利益商品見つけていきます。それでは1店舗目に。はい、1店舗目、なんかお宝倉庫連続で来ました。昨日気に入ったんで、はい、姫路の方までわざわざ来て姫路まで来ましたね。クソでかいね、この店舗。でかいっすね。さあどうなることか。まあでもなんかイメージ、こういう店舗はちっちゃい店舗の方が掘り出しもありそう。ああ、車もめちゃめちゃ止まってますしね。まあ行ってみましょう。はいはい、利益商品見つけたので紹介していきます。こちらです。ローレン・ラルフ・ローレンのギンガムチェックのテラードジャケットになります。シルエットの注意点なんですけど、まあテラードジャケットとかは大きいサイズをできるだけメインで仕入れていくようにしてください。仕入れ金額が1590円の 30%、 1113円です。データありまして、こちら6000円で売れてるデータだったり、こちら、まあ、ちょっとすべて4000円弱売れてる、まあヤフオクでも5000円以上で売っていけるので、まあ、6000、5000から6000ぐらいで売っていけると思います。6000で売れるとすると3000ぐらい利益取っていけるので、こちら仕入れていきたいと思います。はい、前高さん紹介お願いします。はい、こちらでポールスミスブラックの裏地マルチストライプとキューティングが使われているトレンチコートになります。ポールスミスマルチストライプすごい人気で、ポールスミスブラックっていうのは、まあ、そのラインちょっとでは下がる、カジュアルよりはちょっと高いラインになってくるんですけど、結構キャリアウーマンって人気のブランドになってきます。で仕入れ金額が5000円、5000ジャストですね。でサイズが40で L サイズのものになります。調べてみたら同じデータあって、42の LL のもので10000円だったり、例えばステンカラーのものですね、トレンチじゃないステンカラーのもので13000円、トレンチの方が高価なものなので、まあ、これぐらいでは売れていくんじゃないかと思うので仕入れに行こうと思います。下振れ次第10000円で計算しても、まあ、一撃4000円ぐらい取っていけるので仕入れていきたいと思います。はい、利益商品見つけたのを紹介します。こちらもまたまたローレン・ラルフ・ローレンのテラードジャケットになります。ポイントとしては、まあ、ヘリンボーン生地というところと格子柄に大きいサイズというところです。先ほども説明したんですけど、テーラードジャケットは単品で仕入れる際は大きいサイズで、ものをできるだけ絞って仕入れていった方が高値で売りやすくなっていきます。仕入れ金額が1590円の 30% オフで、こちらも1113円で仕入れることができます。で、データあって、まあ、1万円で売れてるデータあるので、まあ、1万、7000円から1万ぐらいの間で売っていけるんじゃないかなと思うので、すべて7000円で売れると計算しても、価格4000円以上取っていけるので、こちら仕入れていきます。ヤフオクでも売ることできるので、どちらか、ヤフオクかメルカリ、適正の方で売っていきたいと思います。今回、またそこまで利益取れる商品じゃないんですけど、また、先ほどと同じローレン・ラルフ・ローレンのテラードジャケットになります。まあ、先ほどとかはギンガムチェックであったりとか、まあ、格子がヘリンボーンとかという特徴あったんですけど、こちらは普通のグレーのテラードジャケットで、まあ、仕入れる理由としては、まあ、大きいサイズで、まあ、仕入れ金額が安いからっていう理由になります。仕入れ金額1590円。販売データありまして、まあ、こちら5000円ぐらいのデータが、実はあったんですけど、まあ、それ以上になかなか上振れっていうのはないと思うので、まあ、5000円で計算したら2000弱取れる商品になるので、こちら仕入れていこうかなと思います。まあ最悪まあヤフオクで1週間で売っていこうかなと思ってます。こちら仕入れていきます。はいはいはい、はい、終わりました。はい、終わりました。合計4点仕入れてきました。なんか思ったよりなかったです。そうですね、興奮しなかったですね。これがこの金額みたいなやつがなかったんで、うん、ちょうもんないんで次行きます。はい、ここもなんか視聴者さんの方いたんですけど、あんまり用ないって言ったんで、次の店舗に期待して、はい、行きたいと思います。次の店舗に行ってみよう。はい、2店舗目到着しました。今回はお宝一番館さんの方に行きましたね。前も来たことある店舗ですけどね、まあいい店舗やったんで、はい、来てみました。行ってきます。はい、それでは行ってきます。はい、終わりました。はい、日曜日ってこともあって人が多すぎて全然見れなかったんですけど、1点だけ買ってきました。はい、そうですね、ブルガバのデニムのジャケットになります。それが12,800円の 20% オフ、12,240円で仕入れてきました。まあ刺繍もあって前にロゴもついてて、まあボタンにも全部ロゴあって、やはりこのファーですね、これ取り外しできないタイプだったんですけど、このファーこれもしっかりリアルファーなんで、まあ普通に1万だったんで全然2万以上で売れていくんじゃないかなという判断で仕入れてきました。実売同じのないんですけど、
まあ、こんな感じで、まあ、どれも、まあ、2万以上では売れているよっていう感じなんで、まあ、春先にかけて売れていくんじゃないですかね。ヤフオクとか出したら、割とメルカリとかで跳ねる可能性もありますもんね。うん。まあ、こんな感じで、これ1点になるんですけど、まあ、1点、まあ、大体、まあ、見込み、下振れで、まあ、1万ぐらい取れるんじゃないかな、思うんで、もう1点しかなかったね。次、ラスト行ってみたいと思います。はい。はい、はい、3店舗目到着しました。まあ、セカストの方に来ました、久しぶりに。もう、ここがラストですか？そうやね。いや、まあ、取れ高次第。取れ高というか、紹介数次第。そうですね。じゃあ、行きます。はい。はい、歴史を紐付けたので紹介していきます。こちらです。グリーンレーベルギャクシングと、まあ、生地アルフレッド・ブラウンのスーツになります。ストライプっていうところは別にそこまで強い要素ではないんですけど、まあ、反応処理はこちらの生地とこちらのブランドになります。出力金額は2530円。で、同じデータだと7000円のデータだったり、ストライプのものではないんですけど8000円で売れてるデータ。新品のものでいくと1万5000円以上で売れてるので、まあ、高くしっかり売れていくブランドっていうのは、まあ、メルカリのデータ見て分かったので知れていこうと思います。まあ、仮にストライプの下ブレスは7000円で売れたとしても、まあ、約3000円ぐらい利益取っていくので、まあ、これからまあ3月4月スーツ売れやすくなってくるので仕入れていきたいと思います。はい、前田さん商品紹介お願いします。はい、こちらです。このユニバースのラムレザーの裏地キルティングのシングルライダースになります。仕入れ金額が5390円。でナノユニバースでラムレザーだったら基本的に高いんで、リサーチしてみてください。あと、裏地にキルティングが使われているものと、このキルティングが赤だったらもっと値段が上がってきます。で、こちらのものは、あとサイズですね。サイズも L サイズ以上だったら値段上がってきます。で、これが、まあ、シングルライダースで S サイズになるんで、まあ、そこがちょっと、高値に行かない理由になるんですけど、で、こういうものはあのヤフオクの方で売ってたらすぐ売れるんで、ヤフオクで調べてみました。同じ方で12,500円。これも M サイズ。で、これも M サイズで22,000円。で、この裏地が赤になってきて、XL サイズになったら28,000円と。まあ、これぐらい差が出るんで、まあ、今回 S サイズなんで、多分ここまで絶対つかないんで、1万円ぐらいで計算していきます。まあ、1万円で売ったら、まあ、3600円ぐらいしかならないですけど、まあ、1週間で資金回るんで、こちら仕入れていこうと思います。はい。利益商品見つけたので紹介していきます。初心者の方にもおすすめのアイテムとなってます。ポール・スミスのシャツとなってます。こちら3630円です。めちゃくちゃ利益が取れるってわけではないんですけど、反応した理由としては、フローニートの柄がついてるシャツ、ポール・スミスすごく跳ねやすくなってます。ですので、まあ、調べてみたところ、でまあ、黒で柄のもので15,000円で売れてるデータだったり、まあ、黒に柄7,000円ぐらいで売れてるデータ。こちら仕入れが3630円なんで、めちゃくちゃ取れるってわけではないんですけど、硬く売れていくので、知れていこうと思います。全く同じものでいくと12,000円でいいねが2ついてて、まあ、こちらが半年以上データの更新がされてないものだったので、しっかり更新していけば売れるんじゃないかなと思います。下振れしたら7,000円で売れたとしても、まあ、2,500円ぐらいは取っていけるので、回転もいいので、こちらこれからのシーズン売れていくと思うので仕入れていきます。はい、前田さん紹介お願いします。はい、こちらです。 RKSA のシングルチェスターコートです。メディオ社の新金額ですね。仕入れ2,530円。めちゃめちゃ安いんですよ、これ。アーケースの中でも。で、まあ、サイズがちょっと XS で、そこはちょっとネックになってくるんですけど、まあ、調べてみたら同じサイズのもので、15,000円で売れてたり、高いもの、サイズ違うんですけど、M の、M サイズのもので25,000円とか売れてるんで、爆撃なんじゃないかなと思います。まあ、すべて1万円ぐらいで計算すると、5,500円ぐらいでいけるんで、じゃあ仕入れていきます。はい、今回は人気のダウンの紹介をしていきます。こちらです。皆さん知ってるかもしれないですけど、ファーストダウンというブランドのダウンジャケットになります。このダウンジャケットを知る際のポイントは、大きいサイズであるか、リバーシブルになっているか、この2つに注目してください。タグは大体リバーシブルはポケットに置かれています。今回 M サイズなんですけど、まあ、知れる際はできれば L か XL 以上のサイズのものを狙って知れるようにしてください。仕入れ金額、今回8,690円になります。まあ、今回仕入れはしないんですけども、L 以上のものになってくると、これぐらいの値段でも全然利益を取っていけます。こちら、XL のもので約2万円のデータであったり、こちらも L の1万6000円。こちらも L で1万6000円ぐらいで売れていくので、まあ、冬のシーズン、ファーストダウンかなり利益取っていけるので、ぜひ覚えておいてください。はい、行ってきました。はい。よし、ここで終われる点数紹介できた。なんとか、はい、終われました。仕入れが4点で、まあ、紹介1点。させていただきました。仕入れ額がまあ14,000円ぐらい。普通やね。あ、でもあれか、アペセイか。アペセイです。
あれは結構抜けるぐらいないのかね。そうですね。まあそんな感じで、じゃあ最後集計いきたいと思います。はい。それではまた集計結果で。はい。6日間、仕入れ終わって帰ってきました。疲れましたね。やっと更新ついた。はい。はい。じゃあ6日目の集計していきます。はい。6日目の総仕入れ数が9点です。仕入れ金額が 33,180 円で、見込み利益が約5万円になりました。まあ、6日間で30万稼いだと思うからね。そうですね。確かにこんなのすごいですよね。まあ、そんな感じで、はい。出張終わりました。またね、来月も行こうかなと計画中なんですけど、はい、ちょっと足が重いだと思うんですね。毎日卒はほんま、きついで。1週間連続店舗って楽しんでるんですよ。すっごいし。で、まあ、店舗行くだけでは別にええけど、何回も行くの。祭りが入ってきたら、うん、ちょっと違うんですよ。でもね、相当余談も通らないからし、すごい、憂鬱ですわ。ちゃんと説明しないから。はい。それを考えるの。向いてないな、YouTube。しかもなんか、こんな別にしょうもない雑談っぽく喋り行けば、これを取り直したりしますか同じ話、この話まだ。それ、それやめましょう、それ言うの。ちょっと気に入らんかったりしたら。たまに、この雑談、全然需要ないのに、ケーキスリープありますよ。うん。しかもこれ10分ぐらい撮ってるんですよ。雑談っていうか、このエンディングとかダラダラダラ喋るだけを。で、動画、あの、編集終わったの見てみたら、マジで1分前ぐらいに、なんかちょん切られてるんで。あの、編集の長野さんは、うざいんでしょうね、この。使えるとこと使えるとこをめっちゃこう、探して。まあ、でも喋らんとね、尺がないんで。そういうことから言わないもんです。裏事情を僕ら。尺のために喋ってます。パスロスしまったら、何しても変な気がする。ちょっと長すぎたんで、ちょっと、こちらついてますけど。そういうのを真似してきてくるんですよ。めっちゃキモいでしょ。キモいですよね。真似してきた。踊るなんですよ、髪の色。今。そんなにゲイって言われるわ、お前。いやつもそうです。そんなわけで、だって、こっち、これ18金です。計18です。それ、おもちゃや。そう、おもちゃじゃない。イヤリング。開いてないの？開いてます。イヤリングはやめてください。一番ダサいでしょ、これ毎回つけようかな。開けれるの？開いてますって。てか、毎回さんが開けました。それ。え、嬉しいでしょ、でもこうやって。鍵はキモいよ。だって、メスには乗ってきましたもんね、僕は。あるやつかな。間に合んないよ、え、マジキモいですよ。いや、嫌がる顔見たいんですよ。ほんま、次なんか罰ゲームとか、こいつボーッとしますよ。いや、僕もやってください。それは仕方ない。いや、まあ、負けたよ。うん、負けてやるんすか？どういうの？僕はやるんすか？いや、もう僕はやりますよ。大津か。無理。いや、どうせ変ならよって言う。変じゃないです。切れば綺麗ですから。切ればかっこいい。元が変ねん。元が変。ちょっと自分の顔が言い切って。元変じゃない。ちょっと自分の顔がいいから、調子も良すぎですよね。絶対。かわいそうやね。乗せちゃいたい。ああ、もう昔ってどうらしいですか？終わりまーす。はい、本日も最後までご視聴ありがとうございました。YouTuber っぽい終わり方でしたな。本日は最後までご覧いただきありがとうございます。テトレス公式 LINE にご登録いただくと、アパレル転売に関する有益な情報や、実際に仕入れて販売した販売データなど、様々な情報発信をしております。これから副業を始めてみたい方であったり、今副業やってるけどあまり利益が出てない方、利益は出てるけどこれ以上もっと伸ばしていきたい、起業したいだとか脱サラしたいだとか、そういった方に向けてコンサルティングの方も行ってます。コンサルティングについて気になる方や何かご質問等がある方は、概要欄の方から LINE の方を追加していただいてご質問してください。 Zoom にて無料面談会を始めておりますので、ぜひ公式 LINE からお問い合わせください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。本日は最後までご視聴ありがとうございました。